ウルジ旅行ブレジデンスから、インチョ空港まで帰るこの6001のバスに乗って帰ります。ここウルジ旅行ブレジデンスです。東大門のところ。ちなみにウルジ旅行ブレジデンスっていうのはあそこに DDP っていうあのデザインのね建物があって、東大門歴史文化公園駅の近くのホテルなんですけど、この目の前にねインチョン空港のこの6001のバスがありますんでね、ここから行けます。このに1700円ぐらい、1万7000ウォン払うとエアポートまで連れてってくれます。まあそれ直通なんで楽ですね。最近ちょっと値上がりをしたみたいなんですけども、ここでだいたい15分からね40分ぐらいの間隔で電車じゃねバスがね来るみたいなんで待っていきたいと思います。ここにエアポートバスって書いてありますね。でね、乗る前に気をつけてほしいのはターミナル聞かれるんで、ターミナル1だったら1、ターミナル2だったら2って言わなきゃいけないでしょ。だいたいターミナル1が多いと思いますけどね、はい、乗るときに荷物をねの出し入れのしまうところを決める時にターミナル1とかターミナル2って聞かれるんで、まあそこはあらかじめね調べておいた方がいいかなと思います。はい、バス乗るときね、支払いに使うときはこの T マネーとかねチャージしといて、で使うか現金でね乗ることができると思います。さあ来たはい、結局ね、バスで2時間かかりました。でもね、何台もあたりでデモで30分ぐらい立ち往生しちゃったんでね、通常は1時間半とかそんなもんで着くと思いますけどね、まあ、デモとかもあるんで、まあ、気をつけてねバスはね乗っていただければなと思います。